と一挙に畑を広げすぎた他の作業が滞っちゃいますね。タニンも取ってもらいたいんですよね、この時期は。うん、いろいろやらせすぎたな。で、狩りも行きたいですからね正直これ間に合わないな。なんか動物が本当にいなくなった。あー、ここら辺か。やっぱ怖がってんのかな。あんま近くに来てくれないですね。頑張って春だけちょっと頑張って、ほんとこの時期に田植えさえしちゃえば、種だけ撒いてもらえれば。収穫が大変だな。もっと人を増やさなきゃな。羊はもうダメかな。ちょっと回復してるけどだいぶできてきたけど、おようやく、あ、建築始まったかも。あー、旧車の建築始まりましたね。ちょっと何人かで手伝ってほしいけどな。だいぶ時間かかりそうだからな。3人で作り始めた。不満1人あるけどどういう感じになるんだろう。おー、屋根できた。いいじゃないですか、この調子で。結構しっかりした作りの建物が立つ感じかな。骨組みとかいい感じですね。頑丈そう。これで羊が、ヤギか、どんどん入れていきたいな。でもヤギ家畜用の餌と水も必要って書いてあったからそこら辺のバランスですよね。とりあえず2匹ぐらい買おうかな。これで壁に泥を塗ってさらに補強してる感じか。いいですね。おお、できてきた。もう一息かな。で、屋根には藁を使うと。藁がな、今年の秋大量に取れたらいいんですけどね。藁置き場をもっと増やさないとダメかもしれないですね。というか、外に藁置き場を置いとくか。中まで持ち運ぶのが大変だと思うんで。あとは住民をもうちょっと増やしたいな。結構人数がカツカツなんですよね。おじいちゃんばっかだし、老人ばっかりなんで、若者を。もうちょっとで完成だ。おおー、できるかな。もうできそう。おじいちゃんも頑張って。おばあちゃんかこれ過酷ですね。老人も関係なく重労働。あ、できた、完成しましたね。しかもポイントをもらえた。旧車が、あ、なるほど、こんな感じになるんだ。貯蔵庫で干し草は旧車横に集めよう。うん、ここに今年の秋の分はここに全部集めてもらいたい。あ、オオカミがいる。3人ぐらいでやってもらおうか。結構危なそうだな。オオカミがいますね。なんかオオカミが増えてきたな。メスのオオカミだ。あ、嘘、近接で行くの。やばいやばいやばい。ナイスナイス泥が足りてないんだよな。あと、あ、火打ち石ももうないのか。火打ち石、あー、これか。これを2
2つほど。結構働いてんな。あ、こっち側行けましたね。藁置き場もできて。藁置き場何個ぐらい入んだろう。相当入んのか。うん、2個あれば大丈夫そうだな。そろそろ柵も追加していくか。これで要塞化。あ、やんだ。こうして、こうして、ここに扉ですね。こうしてこう。で、あとはつなげばいいか。ん？あ、誰か寿命で死んだ。あー、木こり中にまたおじいちゃんが寿命。ちょっと若者来て、本当に。やばいな、若者来ないと。また寿命、労働中に寿命が尽きたんですけど。これで新しいのは何にしようかな。井戸。橋とかもかけれるようになるんだ。信仰を上げた方がいいかな。でも人がいないからな。火打ち石鉱山とかある。井戸行こうかな。まず井戸。井戸掘りがアンロックされた。井戸ここら辺に置きたいな。井戸置けるんだったら。生産経過これ見てみようか。近い川や湖か水を集める。あ、効率的です。あ、いいですね。これ子供に井戸水汲みさせたら良さそうだな。どっか村の良さそうなところに、ここら辺に置いてみるか。あ、商人来た。あー、ヤギ一匹買うか。魚もちょっと食料が欲しいので、食料と屋根か。あとヤギかな。豆、ヤギも一匹取るか。ご飯系が結構欲しい。うん、あ、ヤギ取れた。これで少しは楽になってくれるといいんですけどね。これはまだ建てれない。あと泥か。泥をもっと取ってきてもらおう。泥。あ、老いた犬になっちゃったな。泥で水はもう、そこ井戸建てれるんだったらいらないですよね。あれ、大人のヤギがいるな。あ、ん？あ、そっかそっか、増やしたからか。あー、貯蔵小屋が出来上がりそうですね。見張り台も建てなきゃな。いろいろ建てないといけないんですよね。なんかお腹減ってんだよな、みんな。なんでご飯食べないんだろう。あ、できた。また1ポイントゲットですね。いや、おじいちゃんばっかり。どうやったらもっと信仰を集めれば人来るようになるかな。これが少ないのかもしれないですね。もっと建ててるか、信仰の系のやつを。魅力がないんだろうな。ああ、いいですね。ああ、いい感じ、いい感じ。倉庫にアップグレード。あ、これアップグレードもできるのか。あ、小屋にアップグレードと書いてあるじゃないですか。ああ、なるほど。じゃあ現状のやつを、あ、貯蔵小屋にアップグレードって書いてある。ああ、アップグレードしてってもいいのか。ただそこまで必要なかった、もしかして。だいぶスペースあんなこれ。中で畑もできそうですね。ただちょっと過酷な労働にならないようにしないと。
泥がどんどん必要だな。あ、これ新しい小屋ですね。これもっと増やしたいですよね。なんかみんな疲れてきてんな相当疲れが溜まってますね。なんかこれ他のやつも全部この小屋にアップグレードしよう。あーやばい、もうちょっとで秋になるんで、そしたら今度は作物を収穫しなきゃいけないんで、その時また労働力が相当必要になる。それ終わって冬の間に作作りだな。秋も忙しいですからね。なんかなんとなくリズムが分かってきたな。よし、完成した小屋ですね。これで今28人まで入れる。だいぶ物は増えてきた。うん、全然これいらなかった正直貯蔵庫作りすぎたな。これいらないかもしれない。井戸ですね。井戸ができたんで、これで好きなだけ水が汲めますね。あ、飲んで、その場で飲んでその場で少しは他の人のこと考えないとおじいちゃん相当喉渇いてたのかな。みんなここで水を汲み始めましたねあ、これいいかもしれない。子供も、あ、子供の方が偉いじゃないですか。おじいちゃん強欲だなあれいいですね。よし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 、これで水もいくらでも取れる。うん、水を汲むがあるんで、ちゃんと偉いですね。子供すごい働き者だな。おじいちゃんやばいな。あー、やばい、来た、収穫ほんと慌ただしいですね。あー、これでみんな収穫してここに藁を集めてもらって、どんぐらい貯められるんだ。こんだけ2箇所あればまだ大丈夫だと思うんですけどね。これがかなり重労働だからな。で、ご飯が若干足りてない気がするまあでもこれで取れた分でパンとか作れば干せると思うんですよね。いや、これ大変だぞ。相当な量ありますからね。村人総出で収穫ですね。